今回は Photoshop の遠近法ワークツールを紹介したいと思います。遠近法ワークツールは適用されたオブジェクトを変形させることができるとても便利なツールです。その使い方といくつかの使い道を一緒に見てみましょう。最初はこのビルボードにデザインを合わせていきましょう。まず使いたいデザインを元の写真にドラッグドロップします。次にレイヤーウィンドウでこの写真を右をクリックしてスマートオブジェクトに変換を選択します。その後写真を選択している状態で編集遠近法ワープを選択しましょう。その後こんな感じで写真の範囲内を選択しましょう。選択が終わったら左上にあるワープをクリックします。すると写真の角にある円形のアイコンで写真のパースを調整することができるようになります。元の画像を参考しながら調整してみましょう。次はビルボードの右側にも同じやり方で写真を入れていきましょう。最初に写真をスマートオブジェクトに変換したので写真のレイヤーをダブルクリックすることで写真の再変更が可能です。写真レイヤーをダブルクリックすると新しいタブが開かれるのでここで新しい写真をドラッグドロップするだけで変更することができます。新しい写真を追加した後にこのタブを閉じて保存を選びましょう。わお、簡単ですね。このやり方は最初に写真をスマートオブジェクトに変換しないといけないので注意してくださいね。遠近法ワークツールはパッケージや模擬デザインにも役に立つのでその使い道を見てみましょう。先ほどと同じやり方で元写真に使いたい写真をドラッグドロップした後スマートオブジェクトに変換して遠近法ワークを適用しましょう。元写真のボックスは2面のため2回エリア指定をしていきます。選択が終わったらワープをクリックして元の写真に合わせて位置を調整しましょう。立体感がなくなっているのでこのままだと違和感を感じますね。こんな時はレイヤーの描画モードで簡単に直せます。適用したいレイヤーを選択した状態でレイヤーの描画モードを定山に変更しましょう。このやり方を応用すればパッケージデザインや模擬デザインに役立つので皆さんもぜひ挑戦してみてね。今回の説明は以上です。解説してほしいネタがあったらコメントに書いてね。最後に高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあまたね。バイバイ。